はい、ゆうすけです。ジョジョ SS 逃者、ジョジョフェスが開催されたんで弾こうと思います。SSR 的中率超グレートアップ。ピックアップ SR 的中率グレートアップ。で、7プラス2回の逃者が、なんと初回 SSR 確定という、なんかジョジョ SS 最近結構、なんか優しいですね。どんどん、なんかお得な会社になってきて。はい。で、で、新キャラが、SSR の慶長。奥安のお兄ちゃんですね。こいつが来ました。狂気無双、恐怖耐性大、バッドカンパニー。ミサイルを発射タップで追加発射し、敵接触で範囲内に大ダメージ&移動距離に応じて吹き飛ばす。さらに、敵が上下の壁に接触時、対象の直線上にダメージ。アビリティ、弱点ヒットすると敵全体にダメージを与える。弱点ヒット時のダメージが大幅にアップする。これ結局、合ってないとちょっとよくわかんないですよね。細かい、あれが。なんかアビリティとかも使えそうですけどね。はい。で、SR も、慶長が増えましたね。で、まあ、ピックアップ SR はこんな感じ。まあ、毎回同じですね。最近のやつと。覚醒ユニット。と、追加抽選ボーナス発生率もアップ。というわけで、確定の、SSR 確定の7プラス2回なんで、はい、1回引こうと思います。はい。これですね。じゃあ弾きます。いやアニメ見たんですけど、いいですね。ドラララララの、声かっこいいですね。ジョータロウとかディオはね、やっぱね、僕、プレステのゲームの声が好きっすね、やっぱ。はい。ペットショップ。どうだろう、SSR 確定は最後かな、確定枠は。ジョースケ、SR。いや、ジョナサン・ジョースター。ホールホース、SR。おー、来た。遊んでんじゃねえぞ、奥安。まあ、SR とかはアビリティぐらいしか使わないですからね。フィールド登場時に発動。ターン開始時に、フィールドの味方ユニットが4色以上の場合、50%の確率で敵全体に弱点を1ターンの間付与する。なるほど。どうだろう、使うかな。 あー、最後かな、やっぱり。ボインゴ。タルカス。最後っぽいっすね、確定枠。こいつどんどん身長小さくなるやつですよね。あと、あれだっけ、人形使うやつ。あいつも こいつ結構身長高かったんですよね。どんどんちっちゃくな、なんかそれが面白かったっすね。これか、最後。来い。あー、違う。違うんだよな。ホルホーストのコンビが良かったんだよな。これ何回引いただろう。3回目くらいかな、これ。引いたの。J ガイルの SSR。で、まあ多分追加抽選で2回、1回か2回はあるでしょう。お！こういうのなんだ。ああ、そっか。ああ。前見たわ、これ。出たアラビアファッツ。まだあるでしょう。あった。ああ、でもダメか、これ。うわー。終わりだよねー。いやー、残念でしたね。SSR 確定枠は、J ガイルの SSR でした。いやー、SSR だったら、やっぱ緑の、ジョセフか、赤の、J ガイル&、
ホール放送良かったんですけどね、アビリティ要因の。もう結構、メインで使うアビリティ要因じゃない SSR は結構強いのもゲットできてるんで、その辺が欲しかったんですけどね。まさかの被りでしたね。はい。というわけで今回、7プラス2回 SSR 確定の会社は、SSR は J ガイルのみでしたね。はい。ご視聴ありがとうございました。